日は普段の生活ではなかなか鍛えられず衰えやすい場所の筋肉というのを鍛えていくトレーニングを行っていきます。やり方としては20秒間測りますので、20秒体を動かし続けて筋肉を強くしていきましょう。では早速ですね、一つ目の運動ですね。まず自分の内くるぶしをタッチするように足を持ち上げていきます。この時に膝が外向くようにしてください。ではこちらの運動20秒間行っていきましょう。用意スタート。はい、ではしっかりと内くるぶしをタッチするように動かしていきましょう。ただ膝が上に上がってタッチではなく、内くるぶしを上からこう触れるように膝をしっかりと倒して、横に倒して動かしていきましょう。さあ、これでどんどん股関節の付け根が鍛えられてきます。はい、 OK、 ストップしましょう。はい、ではですね、もう1セット行っていきます。しっかりと膝が横を向くように動かしていきましょう。では行きます。用意スタート。はい、ではしっかりと内くるぶしを上からタッチできるようにしていきましょう。この付け根の筋肉ですね、なかなかですね、日常生活で鍛えられることができないので、しっかりとこのポーズをとって鍛えていきましょう。この筋肉が強くなると股関節の付け根がしっかりと強くなって支えがね、強化されます。はい、 OK、 ストップしましょう。さあ、今度は反対側行きましょうね。さあ、行きますよ。用意スタート。20秒間動かし続けるので、これはですね、自分のペースで全然 OK です。僕のペースに合わせる必要はなく、自分のペースで可能な範囲で OK です。しっかりと股関節の付け根をですね、強くしていきましょう。さあ、内くるぶしをタッチするように動かしていきます。はい、 OK、 ストップしましょう。さあ、そしたら今度は、もう1セット行っていきますので、付け根しっかりと強くしていきましょうね。では行きますよ。用意スタート。この股関節の付け根の筋肉はですね、体重を支えてくれる大事な役割があります。なので、しっかりとここを強くして、自分の体重を股関節で受け止められるようにしていきましょう。さあ、もうちょっとですよ。しっかりと付け根をグッと鍛えていきます。はい、 OK。さあ、そしたら今度はですね、同じ付け根の運動でも、今度は外くるぶしをタッチするように、体の外で外くるぶしをタッチしていきます。こちら20秒間行っていきましょう。用意スタート。はい、ではしっかりと外くるぶしをタッチしていきます。さあ、これもですね、股関節がこうひねる動きですね。ひねりの筋肉、これ股関節のインナーマッスルですね。ここがしっかりと鍛えられてきます。さあ、これでしっかりと根元ですね、付け根を鍛えていきましょう。はい、 OK。 さあ、今度は、もう1セットを行っていきますね。ではですね、このひねりの運動、股関節が痛い方は無理せず、可能な範囲で OK です。では行きますよ。用意スタート。はい、ではしっかりとこのひねりの運動を行っていきましょう。股関節のインナーマッスルはなかなか日常生活では、鍛えることができないので、こういうふうにですね、意識してしっかりと根元を鍛えていきましょう。体の横でこうタッチしていただくようにしましょうね。体の後ろにならないように。はい、 OK、 ストップしましょう。さあ、そしたら今度は反対側行きましょう。さあ、これもですね、普段使われない筋肉なのでやりづらいかもしれませんが、一緒に頑張りましょうね。では行きますよ。用意スタート。はい、ではしっかりと付け根の筋肉を鍛えていきましょう。このようにですね、外にひねって、そして股関節の根元の筋肉をどん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 、負荷をかけて強くしていきましょう。さっきお伝えしたように、こう体重をね、こう受け止めてくれる筋肉です。はい、OK。 さあ、じわじわとこう疲れる感じが付け根に出てきていると思います。さあ、もう1セット頑張りましょう。では行きますよ。用意スタート。さあ、普段鍛えてない場所だからこそすぐ疲れたりとか、あと動きがなかなかこのポーズができないとか、そういう方もいらっしゃると思いますので、まずはですね、こういう動きは付け根を鍛える大事な運動なんだなと知っていただくだけでもとてもいいと思います。しっかりとこれで体重を支える筋肉を強くしていきましょう。はい、 OK。 はい、ではですね、そしたら今度はですね、
片方の足を後ろに引いて、このままかかととお尻を近づけるように曲げていきます。これはももの裏の筋トレになります。ではこちらも20秒間いきますよ。用意、スタート。ではしっかりとかかととお尻を近づけていきましょう。このもも裏の筋肉、ね、ハムストリングスというんですけど、膝を曲げる筋肉ですね。あとは体をですね、後ろからこう支えてくれる大事な筋肉でもあります。なのでしっかりと支えを強くするためにも、ここを鍛えていきましょう。はい、OK、ストップしましょう。さあ、この筋肉が弱くなったり硬くなっている人は、この辺で、まあ、90度ぐらいで止まってしまうと思います。しっかりとお尻に近づけてですね、まあ、くっつきはしないですけど、近づけていきましょう。では、もう1セットいきますよ。では、いきます。用意、スタート。さあ、しっかりとパタ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 と動かしてあげましょう。意外とですね、こう、上げようとすると、つってしまいそうな方もいらっしゃると思うので、つらないように気をつけてくださいね。つりそうになったらもうストップしてください。さあ、この運動で、このもも裏、しっかりと鍛えていきましょう。はい、OK、ストップします。さあ、今度反対側行きましょう。はい、では、片方の足を後ろに引いていただいて、曲げていきます。では、一緒に頑張りましょうね。用意、スタート。さあ、しっかりとこのように膝を曲げて、かかととお尻を近づけていきましょう。この運動をすると、体を後ろから支えてくれる、このもも裏の筋肉が鍛えられてきますので、しっかりと支えを強くしていきましょう。さあ、もうちょっとですよ。はい、OK です。さあ、この後ろの支えが弱くなると、お尻が支えきれなくなって、こういう姿勢がどんどん悪くなって、後ろに倒れやすくなっちゃうので、転倒予防のためにもしっかり鍛えましょうね。では、もう一セットいきます。では、いきますよ。用意、スタート。さあ、しっかりとこのように曲げていきましょう。さあ、これもですね、ご自身のペースで全然 OK です。しっかりと、このかかととお尻を近づけるように意識して、もも裏にキュッと力が入る感じを意識して頑張ってみてくださいね。さあ、もうちょっとですよ。はい、OK、ストップしましょう。さあ、そしたらですね、今度はこの股関節の付け根の筋肉ですね、これ腸腰筋というんですけど、ここを鍛えていきましょう。まず片方の足を後ろに引いて、はい、ここから前に、後ろから前に持ち上げていきます。そうすると腸腰筋が鍛えられます。はい。ではですね、いきますよ。後ろに引いて、用意、スタート。はい。後ろから前、後ろから前と動かしていきます。さあ、そうするとですね、この下っ腹の筋肉ですね、ここが鍛えられてきます。この下っ腹がですね、なかなか鍛えられない方がとっても多いです。なので、しっかりとこの椅子とか捕まっているところよりも高く膝が上がれるようにしましょう。はい、OK。はい、ではですね、もう1セット行っていきます。ももとお腹が近づくぐらい高くね、上げてみてくださいね。さあ、ではもう1セットいきますよ。用意、スタート。はい、ではしっかりとももとお腹をぐっと近づけて、下っ腹がこう働いてきてくれますからね。なんかこう、ぽっこりお腹になってしまう方とかは、まさにこの腸腰筋が弱くなってしまっている方なので、ちょっとこう、ぽっこりが気になる方は、この運動ぜひ、メキメキやってくださいね。はい、OK。さあ、今度は反対側行きましょう。この運動はですね、後ろの足を前にこう振り出してくる歩きの場面でも使われる筋肉なので、しっかりと鍛えていきましょう。では、行きますよ。用意、スタート。さあ、後ろから前、後ろから前と動かしていきます。さあ、この腸腰筋というのは体を支える大事な筋肉でもあります。なので、しっかりとバランスも良くなりますので、反復してどんどん鍛えていきましょう。さあ、もうちょっと。はい、OK。さあ、この下っ腹のこの筋肉ですね。ここ普段なかなか鍛えられないので、しっかりとラスト鍛えていきますよ。では頑張りましょうね。用意、スタート。はい、ではしっかりと後ろから前ですよ。後ろから前、そして上に、ね、このぐーっと上までね、持ち上げてくださいね。この辺でこう止まってしまうと、これ全然下っ腹効いてこないので、
ぐっと高く、できる限り高く上げていくと、お腹に効いてる感じが出てきます。はい、OK。ストップしましょう。さあ、では今度はお尻の筋肉を鍛えていきましょう。まず足を後ろに引いていただいて、この位置で小さい円を描くように回していきましょう。そして姿勢は体まっすぐですね。で、小さい円はこのようにちっちゃくくるくるっと回していきます。で、こちらも20秒間いきましょう。では行きます。用意スタート。はい、ではしっかりとくるくるっと回していただくと、だんだんお尻がですね、キュッと硬くなって疲れる感じが出てくると思います。なのでしっかりとお尻にぐっと負荷をかけて、しっかり鍛えてあげましょう。さあ、お尻を鍛えてもうちょっとですよ、頑張りましょう。はい、OK、戻しましょう。さあ、そしたらもう1セット頑張ってみましょうね。では、同じく足を後ろに引いて、はい、そして回していきます。用意、スタート。はい、では、このお尻の筋肉はですね、重たい上半身が前にこう下がらないように起こしてくれる大事な姿勢をキープする筋肉です。なかなかお尻をですね、ピンポイントで鍛えてる方って少なくて、日常生活でも衰えやすい場所なので、頑張って鍛えましょうね。さあ、ぐるぐるっと回していきましょう。はい、OK、ストップしましょう。さあ、今度は反対側行きましょうね。さあ、ではですね、後ろに引いて軽く浮かせて回していきましょう。では行きます。用意、スタート。はい、ではしっかりとくるくるっと足を後ろで、体の後ろで回していきましょう。小さい円でいいので、その代わり足を上にこうしっかりと高く持ち上げてくださいね。この下のところでくるくる回してちゃダメですよ。足をしっかりと持ち上げた状態で回していきます。はい、OK。ストップしましょう。さあ、そしたらあともう1セット一緒に頑張りましょう。お尻がキュッと硬くなる感じ、力がこもってる感じがあれば OK です。では足を後ろに引いて、用意、スタート。はい、ではこの引いた位置でずっと足を回していきます。だん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 こう足が下がってこう床の近くで回さないように気をつけてくださいね。しっかりと足を持ち上げて、そして回していきます。そうするとキュッと力が入ってきますからね。さあ、あともうちょっとですよ。しっかりお尻を鍛えていきましょう。はい、OK、ストップします。はい、これでしっかりと支える力を強くしていきましょう。では、今度はですね、足を大きく開いて、そして足先はですね、ちょっとこう、45度ですね、斜めに開いていただいて、この状態で腰を落としていきます。そうするとですね、内ももの筋肉が鍛えられます。で、これはですね、腰を落とした時に、こう膝とですね、足首がなるべく一直線になるように、開いてください。こう、足が中入ってこうやってしまうと痛めてしまいますので、しっかりと大きく開いて、こう、捕まりながらでもいいので、これで屈伸をしていきましょう。では、20秒間いきますよ。用意、スタート。はい、ではしっかりと、四股を踏むような動きですね。これでしっかりと、この内もも、内膝の筋肉を鍛えていきましょう。こちらも普段の生活ではなかなか鍛えられない場所になるので、これもですね、しっかりと反復して鍛えていきましょうね。そう、しっかり体を起こしてまっすぐですよ。はい、OK、ストップしましょう。はい、ではですね、この運動をもう1セットを行っていきます。まあ、こういうスクワットとはね、また違います。スクワットは正面の筋肉、正面の膝の筋肉なんですけど、このポーズでやると、内膝、内ももが鍛えられますからね。では、もう1回いきます。用意、スタート。はい、ではしっかりと四股を踏むようなポーズで体を起こして、まっすぐ真下に落とすように動かしていきましょう。さあ、これでですね、この内側の筋肉がどんどん鍛えられてきます。これもバランスを取る大事な筋肉なので、しっかりと鍛えていきましょう。さあ、もうちょっとですよ。頑張りましょう。はい、OK。ストップしましょう。さあ、この運動とっても大事で、あともう一種類ですね。このポーズのまま腰を落として、このままキープしてください。ずっとキープします。はい、20秒間いきますよ。では行きます。用意、スタート。さあ、この内もも、内膝の筋肉、体がこうぐらぐらしないように、重心を真ん中に寄せてくれる、ぐっと真ん中に寄せてくれる大事な筋肉になります。なので、ふらふらしちゃう方とか、よたよたしちゃう方は、この内ももが弱くなっている方がとっても多いので、しっかり強くしてあげましょうね。さあ、結構辛いと思います。頑張りましょう。
よし、OK、戻します。さあ、なかなか鍛えられてないところは結構疲れると思います。休憩挟みながらでいいので、一緒に頑張りましょうね。さあ、そしたら今度は背筋、背中の筋肉を鍛えていきます。背筋もしっかり毎日鍛えている方が少ないので、しっかり背筋鍛えていきましょう。やり方は、ちょっとこう椅子か何か用意していただいたら、このようにですね、片手をついていただいて、もう片手はダランと下げます。で、この椅子についている方の手は曲げないようにね、このまままっすぐにしていただいて、ここからですね、肘を後ろに引いていただいて、また戻していただくと背筋にぐっと力が入ります。では、こちらですね、一緒に20秒間いきますよ。用意、スタート。はい、では、しっかり引いて、ダラン、引いて、ダランと。で、この時ちょっと顔もですね、こう、天井を向くように動かしてあげると、しっかりと背筋鍛えられてきます。さあ、この運動でしっかりと背中ですね、体を支える背中の筋肉を鍛えていきましょう。よいしょ、ストップしましょう。さあ、背中の力を鍛えると、この体を落とす筋肉が強くなってきますからね。さあ、もう1セットいきますよ。用意、スタート。はい、ではしっかりと後ろに引いて。これもですね、このペースじゃなくて自分のペースでいいので、20秒間自分の体に合わせて動かし続けてください。さあ、しっかりと後ろに引いて顔も上げて、しっかりと背筋鍛えていきましょう。はい、OK、ストップします。さあ、結構疲れてきたと思いますが、これが最後の運動になりますからね、一緒に頑張りましょうね。では、今度反対側いきますよ。では、同じく手をついていきます。用意、スタート。さあ、しっかりと大きく引いて、顔も上げて動かしていきます。この時、お膝はまっすぐのままですよ。こう膝がこうかがまないようにね、気をつけてくださいね。さあ、背中の筋肉を鍛えて、背筋シャキッと体を起こせるような強い背筋を作っていきましょう。さあ、頑張りましょう。よし、OK。さあ、ラストになります。皆さん、頑張りましょう。いきますよ。用意、スタート。さあ、後ろに引いて、しっかり背筋、背中意識してくださいね。どこを鍛えてるか、ね、どこに力が入ってるか、意識するだけでも効果が上がりますので、今回は背中にぐっと力を入れていきましょう。さあ、ラスト、頑張りましょう。はい、OK。よし。はい、OK です。普段使ってない筋肉なので、結構疲れることが多かったと思います。苦手なところを強くすれば、今よりもどんどん強くなりますからね。しっかりと強くして、体を強化していきましょう。では、この後はストレッチですね。疲れを残さないように、ストレッチを一緒に行っていきましょう。肩に手を当てていただいて、大きく回していきましょう。肩甲骨がほぐれていきます。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。さあ、そのまま反対回していきます。せーの。1、2、3。ちょっと大きくね、動かしていきましょう。4、5、6、7、8、9、10と。はい、戻しましょう。さあ、そしたらもう少し肩甲骨を動かしていきますので、今度はですね、このように手の甲を合わせていただいたら、くるりと回しながらぐーっと胸を張るように後ろに腕を引いていきましょう。横から見ていただくと、こういう風にですね、胸を張りながら腕を後ろに持っていきます。では、いきますよ。せーの、後ろに引いて、1、そう、胸張って、せーの、2、1、3、4、
1、5、6、7、8、9、では最後、10と。はい、戻しましょう。さあ、今度はですね、このお腹の方ですね、しっかり動かしていきますので、片方の手をこのように側屈をして、戻してと。こちら10回行っていきましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、4、7、8、9、10と。はい、では今度は反対側行きましょう。せーの。1、2、3、しっかり脇の下を伸ばしていきましょうね。4、5、6、7、8、9、10と。はい、戻しましょう。さあ、そしたら今度は背骨を柔らかくしていきますので、後ろをですね、このように振り向くように体をねじっていきます。このねじった状態で10秒間数えていきますので、しっかりと後ろを振り向くようにいきます。手を使ってぐーっと体を引っ張っても OK です。では、いきますよ。後ろ振り向いて、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、では今度は反対側に体をひねっていきます。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、では戻しましょう。さあ、そしたら今度は足を前に出してください。この時にちょっと浅く座りましょうか。浅く座って足を前に出します。さあ、ここからですね、自分の足首に向かって手を伸ばして戻していきます。そうするとですね、この膝の裏、ももの裏の筋肉が柔らかくなってくれます。もしですね、手を伸ばした時に膝がこう曲がってしまうようだと効果がなくなってしまいますので、曲がらないところまででいいです。無理して足首に手を伸ばす必要はありません。曲がらないところまで手を伸ばして戻しましょう。では、こちらですね、10回いきますよ。せーの。1。で、戻します。せーの。2。3、曲がっちゃう場合はこの曲がらないところで止めちゃっていいですかね。4、5、6、7、8、9。では最後いきますよ。10と。はい、では今度は反対の足でいきましょう。では片方の足を伸ばして、膝が曲がらないように手を伸ばしていきます。せーの。1。はい。2。1。
3、4、2、5、お、6、ちょっと膝の裏が突っ張って痛いぐらいがちょうどいいですからね。7、筋肉が引き伸ばされている証拠です。8、9、せーの、10と。はい、戻しましょう。さあ、そしたら今度は股関節を柔らかくしていきますので、片方の足を抱えて自分のお腹の方に引っ張ってあげましょう。この時にですね、背もたれに寄りかかりながらでも OK です。しっかりと自分の方に引っ張ってあげましょう。では、こちらは10秒間ずーっと引っ張ってください。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、では今度は反対の足を抱えて引っ張っていきます。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、では戻しましょう。さあ、そしたら今度は足首ですね。結構深く座っていただいて、そして足首をブラブラーっとバタバタ揺らしてあげて、しっかりと足首の筋肉をほぐしていきます。では10秒数えますので、ブラブラと動かしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、では戻しましょう。さあ、そしたら大きく深呼吸をします。吸って、吐きます。もう一度吸って、吐きます。で、最後もう一度吸って、吐きます。では皆さんお疲れ様でした。普段使い慣れてない筋肉をたくさん動かしたので大変だったと思います。しかし、普段使ってない筋肉がまた強くなってくると、今の体よりもどんどんプラスになっていきますので、しっかりと体をさらに強くしていきましょう。このようにですね、健康に役立つ運動方法など、これからもどんどん投稿していきますので、ご興味ある方はこちらのチャンネル登録をしていただくと、新しい投稿が届きやすくなります。それでは今日はこれで終わりましょう。皆さん本当にお疲れ様でした。